私、池和田によるですね、UI に関する、UI の基本的な使い方を、学んでいただこうというふうな、ワークショップとなっております。はい、改めて池和田と言います。皆さんよろしくお願いします。3時間のセッションが終わってですね、皆さんだいぶお疲れなんじゃないかなと思いますけれどですね、自分のセッションはですね、最初の、前半と後半に分かれていましてですね、前半は、あんまりこう手を動かしていただくというよりは、主にですね、使い方を、皆さんにお伝えするというふうな形で考えています。で、後半にですね、実際に手を動かして、UI、 簡単な UI を作るというふうな流れでいこうかなというふうに思ってます。で、あれスクリーン見えてますよね。大丈夫ですよね。はい、ですね、今でこそですね、ユニティで、エヴァンジェリストとしてですね、働いているんですけれど、会社に入ったのが、年明けからなんですね。で、年末まではですね、とあるプロジェクトに、UI デザイナー兼ディベロッパーとして関わっていました。今ちょうどこの画面が出ているのが分かると思うんですけど、リパブリックというタイトルなんですね。で、これは、アメリカにあるですね、カモフラージュという会社が、制作した、ステルスアクションゲームなんですね。で、プロデューサーじゃなくてディレクターのですね、ライアンという方なんですけど、が、以前、コジプロですね、で、メタルギアの制作に関わっていたとか、そういう経緯もあってですね、なんかステルスアクションにすごい思い入れがあったらしくてですね、若干、あんまこういうこと言っちゃうと怒られるかもしれないですけど、ちょっと似通ったゲーム性を持っています。で、最初はですね、iOS のアプリとしてリリースされたんですけれど、その後ですね、 Android バージョンがリリースされて、PC、Mac もリリースされて、最後にですね、PS4、パブリッシャーさんとして、ガンホーさんのロゴマークがちょっと見えてると思いますけれど、ガンホーさんからも、パブリッシャーに迎えてですね、来週かな、確か、いつだったかな、1月の、あ、1月じゃないですね、4月の11かな、11か14あたりにですね、リリースされる予定です。すいません、うろ覚えで。はい、で、この、デザインとか実装を主に、私は担当させていただきました。はい、で、僕、普通に日本に住んで、日本から、そんなに出たことがなかった人で、基本的にはですね、スカイプとかで、リモートでやり取りをしていたんですけれど、重要な、マイルストーンとかが近づくと、向こうに行って作業をするような形で、ちょっと変わったスタイルで、働いていたというふうな感じですね。はい、で、ここにも書いてあるんですけれど、プロジェクトの後半はとにかくですね、最初に iOS、 いわゆるタッチデバイスで作ることになっていたので、それからどういうふうな形でですね、 PS4 のいわゆるコントローラーですねに対応させるかとか、その辺でかなり悩んで、苦労してですね、頑張ったというふうな感じですね。で、必ずしもですね、全てがうまくいったというふうには思ってないんですけれど、ちょっと失敗しちゃったなみたいなところもあったりするんですけど、おかげでちょっといろんなノウハウがたまったというふうな形なので、そういった、いろんな多展開するときにですね、どういったことに気をつければいいのかとか、そういう話もできたらいいんじゃないかなと思っていたんですけれど、とにかくですね、時間が足りない。3時間で、お伝えできるようなことといえばですね、やはり、Unity の使い方を解説するというふうなことにとどめる必要があるんじゃないかなというふうに思いましたので、本日の、ここに書いてある通りなんですけど、ゴールは、このような形になっています。で、UI を、使いこなしていただきたいなというふうに思っているんですけれど、そのためにはですね、順序立てて、いろいろ、学んでいただく必要があると思うんですね。で、一番最初には UI で、Unity の UI でできることを、理解する、できることとできないことを理解するというところからですね、あとはちょっと癖があるですね、レクトトランスフォームと呼ばれる、Unity の UI の特徴の一つなんですけど、こちらがちょっと分かりにくいんですけど、それをこう理解していただくとかですね、あとはもうビルトインの、コンポーネントにどんなものがあって、どんなことができるのかとか、そういうことを把握していただく、これが2番目のステップですね。
であとは、これもですね、Unity の、UI の特徴であるイベントシステムですね。これは別にあの UI に特化した、機能ではないんですけれど、まあ、それを、理解していただいて、でかつこのコンポーネントの組み合わせによってですね、簡単な UI を、短時間で作れるようになる、まあ、ここまでをですね、今日はぜひぜひ皆さんに学んでいただきたいなというふうに思っています。で、まあ、あのそれがクリアできたらですね、あのちょっとプログラミング皆さん得意な方とですね、不得意な方といると思いますけれど、などを使ってですね、このコンポーネントなりエフェクトを自作したりしてですね、UI を操ることができるようになる、これによってですね、まあ、UI マスターと呼ばれる、呼びうるような存在になれるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。でですね、今回のですね、プロジェクトデータの取り扱いについてなんですけど、あの皆さんの、お手元にありますよね、USB メモリーに入っているデータ、皆さんも圧縮展開してですね、あの開いていただけてると思うんですけれど、はい、これは今のところですね、公開の予定はありません。で、あのただですね、あの、まあ、こちらの、気持ちとしてはですね、それを使ってですね、あの例えば皆さん、あの会社で働かれている方は、その会社の中で、まあ、勉強会などを行っていただくとかですね、まあ、あの所属するサークルの中でですね、そういった情報をシェアして、あのそういったですね、あの知見をですね、あのシェアするというようなことは、こちらとしてもぜひぜひ行っていただきたいので、まあ、仲間内で共有する分には全く問題ないというふうな感じですね。はい。で、あのスライド、このスライドの資料もですね、あのここにある uiunity.com というところから、見られるので、ぜひぜひこれもですね、あの、まあ、これを開くなりダウンロードしても構いませんので、ぜひぜひ、ご参照くださいという形ですね。はい。で、どうしてもですね、まあ、こういった資料というものは、まあ、Unity どん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 バージョンアップしてますので、古くなっていったりするわけですね、その情報が。なんで、このキーノートで、あのこのプレゼンファイルを作ってるんですけど、それをですね、もらってですね、一部改変したりとか、あの追加したりとか、そういった編集も、したいよというふうな方はですね、ご連絡いただければ、それをお渡しすることも全然、あの問題ないというふうに考えておりますので、まあ、それはさすがにあのアップはしてないんで、個別にご連絡いただければと思いますので、まあ、もしもそういった、希望がある方はですね、こっそり教えていただければというふうに思ってます。はい。で、これ、はい、今回ですね、ちょっと、Unity はですね、ちょっと前置き長くて申し訳ないんですけれど、あのアーティストさんとですね、にあの積極的に、今までですね、あの Unity よくある誤解として、プログラマーさんなりエンジニアさんなりのためのツールというふうに捉えられがちなんですね。でも、あの我々は Unity をそのように捉えてなくてですね、積極的にアーティストさんに使っていただきたいというふうに思ってます。で、まあ、その、一環というふうな、延長線上というような発想でもあるんですけど、積極的にですね、あのアーティストさんとコラボレーションしていこうというふうな考え方がありまして、で今回もですね、あのオインクゲームズに所属する平岡さんという方と、一緒になってですね、プロジェクトファイルを作っているような形になってます。というか、まあ、彼の描いたイラストをちょっとお借りしているような形になっています。はい。でちなみにあの平岡さんはですね、あのドリープスという、はい、ゲームを、作ったりとかですね、あのこれは個人というか、仲間内で作ったインディーゲームなんですけど、それ以外に伝説の旅団という、ゲームを作ったり、これはオインクさんからリリースされていて、メイドウィズユニティというですね、まあ、ユニティを使った、かっこいいゲーム、世の中を変えうるゲームをですね、紹介しようというふうな、動きが我々の間であるわけですけど、の、一つとしても選ばれていてですね、明日から始まる、Unity の、でも、展示されているというふうな感じですね。なので明日、参加される方はですね、ぜひぜひブースに立ち寄ってみていただきたいなというふうに思ってます。はい。と随分ですね、前置きが長くなりましたけれど、まず、Unity の概要と、素材のインポートから、解説したいというふうに思ってます。
そもそもですね、Unity の UI は、UGUI なんていうふうにも呼ばれるんですけれど、UGUI というのはですね、コードネームなんですね。もともと Unity は UI がこう全然いけてないということでですね、よくよく批判されていたものなんですね。まず作り、UI を作りにくかったりとかですね、なんかどうも重いとかいろいろこう文句があったんで、Unity の 4.6 から、その UI 機能を一新することになりました。で、その一新されたもの、皆さんが今日お使いいただくものがですね、UGUI というふうなコードネームで呼ばれていて、で、まあ、Unity は結構そういうことがよくあるんですけど、その、コードネームがですね、割と一般化しているような形ですね。なんで、まあ、何か詰まったことがあったらですね、UGUI で検索した方が、この残念ながら Unity UI で検索するよりも引っかかりやすくなってたりします。はい。で、マニュアルとかには基本的には Unity UI というふうに書いています。はい。で、これがですね、そのいけてなかった、UI ツールなんですけれど、いけてなかったのでですね、結局皆さんどうしていたかというとですね、アセットストアからですね、NGUI と呼ばれるですね、ツールがあって、それを使っていたというふうな方が非常に多かったんですね。まあ、これが、事実上の標準ツールというふうに呼び得る存在だったというふうな認識で構わないと思います。はい。で、先ほど、お伝えした通りなんですけど、リパブリックというゲームもほぼこの NGUI で作られていたりします。ただですね、この UGUI は、この NGUI をかなり参考にしてというかですね、まあ、一時的にこの NGUI の作者が Unity にジョインしてですね、一緒に作っていたような背景もあってですね、まあ、この NGUI を使ったことのある方なら、大体こう迷わず使えるみたいなものになっていたりします。はい。で、まあ、大きな特徴としてはですね、プラットフォームの差をあんまり気にしなくていいということですね。はい。で、例えばですね、まあ、Android と iPhone であればそんなに大きくは変わらないと思うんですけれど、まあ、PC バージョンを作るときにですね、Android のタップとか、いうものがクリックに、マウスのクリックに置き換わるとか、スワイプがドラッグに置き換わるとか、そういったことを、結構自動にやってくれる感じですね。はい。なんで、まあ、プラットフォームごとに何がしかのそのコンポーネントを用意するとかですね、プログラミングを書き分けるみたいなことをそんなにやる必要がないというふうな感じですね。からですね、まあ、Unity の基本的な設計思想としては、プログラミングで作れるものをコンポーネントというふうに呼ばれる、呼んだりもしているんですね。まあ、直訳すると部品という意味なんですけれど、そういった部品の組み合わせで作るコンポーネント思考なんていうふうな作り方をしています。で、それはですね、この UI、UGUI に関しても例外ではなくてですね、まあ、そのプログラミング、ではないですね、コンポーネントによって、作るんですけれど、まあ、足りないコンポーネントだけをですね、プログラミングで補うとか、そういった発想で理解していただければいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。なんで、まあ、技術者じゃない方でもですね、恐れず使っていただければというふうに思ってます。で、ちょっと難しい機能に関してはプログラミングが必要になるというふうな感じですね。はい。それから、この UGUI のソースコード自体が、オープンになっていて、自分で勝手に編集したりとかですね、まあ、何か新しく付け加えたりとか、そういったことが自由にできるようになってます。はい。Unity はですね、ソースコード自体はオープンではないんですけど、こういった感じで、部分的にオープンになってたりする場所があって、この UGUI はそれに該当するとか、そんな感じですね。からですね、アセットストアというものがあって、皆さんご存知だとは思うんですけれど、まあ、一人一人がですね、このストア上にですね、自分が作った、プラグインなり、まあ、イラストなり、アニメーションデータなり、いろんなものをですね、売ったり買ったりできるようなシステムが Unity に組み込まれていますけれど、その上にもですね、この UGUI に関する、まあ、UI に関するものがいっぱいありますので、まあ、そういったものをですね、自由に、ゲームに組み込んだりできるというのも、まあ、Unity 全体のこう特徴ではあるんですけど、UGUI でも、もちろん、そういったことができるというふうな感じですね。はい。で、あまりいけてないというふうに表現してしまった QGUI ですね。これは内部的には IMGUI というふうな呼び方をしていますけれど、これもですね、
全く使えなくなったとかそういうわけではなくて、まあ今でも使うことはできます。で、ただですね、まあいろんな問題があるわけでして、まあデバッグ用途とか、そういった限定した使い方ですねにとどめておくのがよろしいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、そんな、UI なんですけれど、基本的に画面に現れるものって2種類しかありません。で、まあフォントと、画像の2種類ですね。はい。で、Unity は基本的に、そういった素材をですね、まあ、加工するものというふうな理解でいいと思います。で、加工してゲームにするものなので、素材自体を作ることはあまりなくてですね、まあ場合によってはあるんですけど、プロシージャルみたいな形でやるみたいなことがあってですね、まあ、それはそれで興味深いトピックではあるのですけど、基本的にはフォトショップなりイラストレーターなりで作った画像を読み込んだりとかですね、既存のフォントを読み込んだりして使うみたいな使い方になると思います。はい。で、それぞれ画像はですね、基本的にはテクスチャーズというフォルダーを作ってですね、ここに入れていただくのが基本なんじゃないかなというふうに思います。で、フォントに関してもですね、フォンツですねというフォルダーを作って、入れるべきですね。はい。で、まあ、画像に関して言うと、PNG とか JPEG とか TIFF とか PSD とか、まあ、ここに書いてない、フォーマットも、サポートしているものがあるんですけれど、まあ、基本的には、こういったものを、書き出してですね、で、インポートするような形になると思います。で、よくある、誤解としてですね、JPEG をですね、ものすごく圧縮して、まあ、ちょっと汚くはなるんですけれど、してしまえば、出来上がるアプリの容量も軽くなるんじゃないかというふうに思われてしまう方がいるんですけれど、基本的にはですね、画像の圧縮というのは、Unity の場合はですね、無関係ですね、容量とかとは無関係になってしまって、基本的には Unity の中でそういった圧縮を行うような仕様になっておりますので、まあ、ローデータに近いですね、無圧縮に近いようなものを入れていただいた方がよろしいんじゃないかなというふうに思います。で、フォントに関しては、まあ、トゥルータイプフォントとオープンタイプフォントの2種類がサポートされてます。まあ、今のフォントってほぼこの2つのどちらかですよね。はい。で、それとはまた別にですね、画像データからフォントにするみたいなことも若干手順は複雑なんですけど、できなくはないという感じですね。はい。で、USB のフラッシュメモリーに、入れてある、プロジェクトデータはですね、もうこういったメタ設定と呼ばれるですね、画像の設定がすでにしてあるので、皆さん開いていただいて確認するぐらい、しか、することはないと思うんですけど、基本的に、作った、データを、インポートするときはですね、メタ設定と呼ばれる、画像の設定を、適切に行う必要があります。で、まあ、画像もですね、まあ、なぜこういうことが必要かというと、Unity は、画像をいろんな用途に、使用するわけですね。で、UI 以外にもですね、3D モデルのこうテクスチャーにするとかですね、ハイトマップにするとかですね、そういった、用途がバラバラですので、それを UI 用だよみたいな形で、Unity に伝える必要があるという感じですね。はい。なんで、まあ、必須項目としては、テクスチャータイプをスプライトにするということですね。はい。で、あとはパッキングタグと呼ばれる、ここですね、なんか空欄があるんですけど、ここにも任意の文字列を、入れた方がいいですね。今、何も入ってないんですけど、これはあまりよろしくないということですね。で、あとはミップマップのチェック、これを外すということと、まあ、可能であればというか、できれば、このフォーマットもトゥルーカラーというふうなものにしておく方がいいですね。で、ここを説明していきますけど、まずこのパッキングタグと呼ばれるものですね、ここに任意の文字列を入れる、これは何のためにするかというとですね、特にですね、モバイル系のアプリは、まあ、伝統的にというかですね、どのエンジンで作る場合も大体やっていることではあるんですけれど、この描画の回数自体をこう減らすことと、あとは画像の容量自体をこう減らす、で、アプリを軽くするという目的からですね、1枚の画像を、複数の画像をまとめて1枚の画像にしちゃうというですね、まあ、
それをアトラス化なんていうふうに言い方をしてますけど、そういったアトラス化を行った方がいいとされているわけですね。でその際にですね、このパッキングタグに、共通の文字列を入れることでですね、その設定が近いものが同じアトラスに収まるようになるというふうなことが働くわけです。で逆に言うとですね、ここが空っぽのままだとですね、あるいはこうバラバラの文字列がこう入っているとかだと、その、アトラス化が行われなくなったり、まあ、行われたとしても別々のアトラスに入ってしまうというふうなことになっているので、これは、よろしくないので、共通の文字列を入れておくのが、いいという感じですね。はい。でこのアトラス化の、まあ、いわゆるアルゴリズムがですね、かなり優秀なんですね。で圧縮の形式がですね、まあ、先ほどトゥルーカラーにした方がいいというふうに言いましたけれど、まあ、圧縮をかける場合とかですね、そういった場合はですね、それはそれで、共通の設定であれば同じものにまとめてくれたりとか、あとはこの透明なものがあるかないかでこうまとめてくれたりとかですね、まあ、そういった感じで必要であればこう回転させたりとかですね、でなんかこうスペースがあればそこにこう割り込ませてくれたりとかですね、例えばこの星の、画像は、アルファが絶対にここあるはずなんですけれど、それにですね、このヒゲっぽいのが、なんかこう割り込んで入ったりとかですね、まあ、そういったことを、自動でやってくれたりするんですね。はい。なんで、これは、そういったこともあるので、アトラス化は、まあ、絶対にした方がいいよというふうな感じですね。はい。それから、このミップマップを外すというのはですね、これは、ミップマップスというのは、3D 向けの機能というふうな考え方なんですね。まあ、何をするかというとですね、例えば遠くにあるような、ものって、そのパースペクティブがかかるとすごくちっちゃく見えますよね。なんですけど、まあ、でかいテクスチャを使うのってすごい無駄じゃないですか。なんで勝手に小さいものをですね、作ってくれたりする機能がこの MIP Maps というものなんですが、基本的にUI に関して言うと、そうやって、縮小して使うとかそういった機会があんまりなかったりするので、MIP Maps の恩恵を受けにくいというふうな考え方なんですね。なんで、これは外しておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、必要に応じて入れたりしてもいいかもしれないですけど、基本は外すというふうな考え方でいいと思います。からですね、このカラーをトゥルーカラーにするというのは、いわゆるトゥルーカラーというのは圧縮をしないというふうな考え方ですね。で、まあ、写真とかに比べてですね、イラストというのはノイズが目立ちやすいので、基本的には、まあ、これトゥルーカラーの方を基本というふうに考えた方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。まあ、以上がですね、まあ、絶対にというか、まあ、した方がいいよというふうな設定なんですけど、それ以外にですね、必要に応じてこういうことをやるといいよみたいな機能があります。でその一つがですね、このスプライトモードというものの、変更ですね。これをですね、マルチプルというのにすると、1枚の画像に対して、スライスして個々、別々の画像として扱うことができるわけです。なんで、まあ、先ほどのアトラスカーと逆の発想ではあるんですけど、まあ、こんな感じで1枚の画像の中にいっぱいこう画像があるとか、そういった時はですね、これを使ってこの機能上でスライスして使うのが、よろしいんじゃないかなというふうな感じですね。はい。で、まあ、それとですね、少しだけ似たような話なんですけど、スプライトエディターというものがあってですね、これを使うと9スライスを行えます。で、9スライスというのはですね、例えば、こういった形のものがですね、まあ、これをウィンドウと見立てた場合ですね、この角丸のサイズを拡大縮小したりしても、残しておきたかったりしますよね。ここだけ大きさ固定にして、でなんか横に広げる場合はこの辺だけを広げたいとか、縦にする場合は この辺だけを広げたいとか、そういった形で、これを急分割してですね、まあ、端っこだけをキープしておくみたいなことができるんですね。なんで、まあ、そういったことをやりたいときは、スプライトエディターを立ち上げて、まあ、スライスするような形になります。はい。
でですね、以上が画像の設定なんですけど、フォントの設定に関しては、まあ画像はいろいろ設定すべきことがあるということが、分かりいただけたと思いますけど、フォントはあんまりしなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、強いて言うならですね、日本語フォントはものすごく文字数が多くてですね、それだけで2メガ3メガ食ってしまうことがあったりするので、まあ、基本的にですね、まあ、使い方次第ではあるんですね。で、性的な使い方をするのであればですね、必要なものだけを勝手に抜いたりしてくれるんですけれど、なんか動的に使いたいとかですね、そういった時に制限したいとか、あるいは、フォントデータ自体を含まないようにして、そのプラットフォームに、で使用しているフォントを使いたいとか、そういった時に設定が別途必要になるとか、そんな感じですね。でこういったことをですね、行わなきゃならないんですけど、まあ、ファイル個々にやるのは、とても大変なんで、基本的には、このプロジェクトビューからですね、いっぱい選択して、設定を変えるというのが基本です、はい、でこれ当たり前じゃないかって思われるかもしれないですけど、以前のユニティではこれができなかったりして結構大変だったりしたんですよね。はい、でまあ、それにしてもこの画像を作ってインポートするたびに設定を変えるのってやっぱ大変なことには変わりないんですけど、まあ、それをですね、少しでも簡単にするしたいのであればですね、ちょっと今ユニティを開きましょうかね。はい、こちらのですね、ちょっと Mac の場合になってしまうんですけど、エディターのですねプロジェクトセッティングのこの、はい、こちらですね、エディターというのから、こちらですね、デフォルトビヘイビアモードと呼ばれるものがあって、これを 2D にしておくと、もう少しですね、UI に、適したような、すべて反映されるわけではないんですけど、デフォルトで設定にすることができます。なので UI の設定をする場合はですね、こちらを 2D にしておくといいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに僕がですね、フラッシュメモリに入れたデータはおそらくプロジェクトセッティングごと、入れたような気がするので、もともとなってると思います。なってますよね。はい、なんでわざわざ変える必要はないですね。で、新しくプロジェクトを作るときもですね、こちらのニュープロジェクトから新しく作る場合も、この設定をですね、これすごく分かりにくいんですけど、トグルボタンになってるんですよね。でデフォルトではこの 2D が赤くなってますけど、3D が赤くなってますけど、 2D を押すことによって、この設定を最初からしたものが、ニューファイル、ニュープロジェクトとしてできるような形になってます。はい、ではですね、あんまりにも、こういう話をだけを聞いてると眠くなってしまうと思うんで、多少ですね、手を動かしていただこうかなというふうに思ってます。はい、皆さんでは、ユニティを立ち上げてみてください。でですね、ちょっと新しくですね、僕のこのプロジェクトファイルで全然構わないんですけれど、新しくですねシーンを作ってみましょうかね。ファイルの、はい、こちらのニューシーンを選んでいただくと、はい、カメラだけのシーンができたんじゃないかなというふうに思ってます。大丈夫ですか？はい、そしたらですね、このクリエイトの部分から UI のキャンバスを選んでみてください。そうすると、ヒエラルキーにカメラ以外に2つですね、オブジェクトが出てできたのが分かるんじゃないかなというふうに思います。よろしいですか？はい、で、まあ、キャンバスは今作ったから、まあ、ここに、ヒエラルキー上に現れるのは当たり前といえば当たり前なんですけど、このイベントシステムと呼ばれるものも一緒に作られます。で、これはですね、プレイヤーの操作とか入力ですね、まあ、そういったプレイヤーとの入力と、まあ、UI は密接に関わっているわけですから、それをですね、まあ、アシストするような、オブジェクトというふうに考えていただければいいんじゃないかなと思います。で、逆にですね、なんかこれ身に覚えがないし消しちゃおうとか言って消しちゃうと、
ボタンが押せなくなるとか、そういったトラブルが発生してしまいますので、間違っても消したりしないようにしてください。はい、ではですね、キャンバスを、選択してですね、このクリエイトから、UI の、イメージを作ってみましょうかね。こんな感じで。はい、そうするとですね、僕の場合はこんな感じで端っこに、白いものができました。でこれがですね、いわゆるイメージですね、画像を表示させるものですね。でもう一個じゃあ作ってみましょうかね。今度はじゃあテキストというのを選ぶと、はい、こんな感じで黒文字のテキストですね。でこれ背景が青くてですね、分からなくなってしまうんで、どうしようかな。じゃあ赤くしておきましょうかね。はい、でサイズもちょっと大きめに、今24になってますけど、まあじゃあ20とかにしておくと若干大きくなりました。こんな感じですね。はい、でまあ、でこの状態でですね、今皆さんこのツール、ここに4つ5つか何がしかのこのツールが並んでますけど、はい、これは、いわゆるその、なんていうんですかね、オブジェクトを、選択したりとか回転させたりとか拡大するためのものなんですけど、はい、で、これは、ちなみに QWERT というこのキーボードの並び順がショートカットになっておりまして、一番端っこのこのもの T ですね、 T を、押すとこの四角いものに切り替わることが分かると思います。これがですね、いわゆる UI とか 2D のオブジェクトを、編集したり、選んだりする用のものです。おそらく前のセッションでも使ったんじゃないかなというふうに思いますけれど、なんで、これに切り替えておくとですね、はい、操作しやすくなるというふうな感じですね。でもう一個ですね、していただきたいことがありまして、まあ、こんな感じで2つを、イメージとテキストを重ねた状態でですね、はい、このキャンバスのここにあるヒエラルキーからですね、こうドラッグしてですね、こう順番を入れ替えたりしてみるとですね、はい、例えば今テキストが、イメージの上に乗っかるような形になってますけど、こうするとですね、このテキストが隠れてしまうわけですね。でもう一回こうやってドラッグしてテキストがを下に持ってくるとですね、今度は上に来るようになってます。でこのようにですね、UI に関してのみなんですけど、まあ、このキャンバス上で表現されている UI に関しては、このヒエラルキーの並び順がですね、いわゆる深度ですね、描画の順番に、関わってくるというふうなものなんですね。で下にあるものが前面に来るというふうな感じです。基本的にユニティはこの Z 軸であったりとかですね、シェーダーの、Q オーダーとかによって描画順が決まるんですけど、こと UI だけに関して言うとですね、キャンバス上での並び順が、その描画の順番に関わってくるというふうな考え方です。はい、じゃあこの状態でですね、先ほどのこの四角い UI、 UI じゃないかな、 2D の選択ツールを使ってですね、ちょっと、操作をしてみましょう。はい、で今ですね、イメージを選択すると、まあ、こんな感じで端っこに4つ丸があって、真ん中にこの何て言うんですかね、ドーナツ型のものがありますよね。はい、で基本的にドラッグはですね、適当なところを選んで、こうやってドラッグすることによって、移動させることができます。でその際にですね、シフトをしながらドラッグすると、X 軸 Y 軸に沿って動くのが分かると思います。大丈夫ですかね。はい、シフトをしながらだとこんな感じで固定されるわけですね。はい、でこの辺の端っこを選んでこう伸ばすと大きさが変わりますね。インスペクターを見るとですね、トランスフォームではなくてレクトトランスフォームという、まあ、トランスフォームを、UI 用に拡張したものなんですけど、コンポーネントがついているのが分かると思うんですけど、これのワイドがですね、
つまり大きさがですね、変化しているのが分かると思います。はい、でこの端っこのエッジの部分の丸ですねをドラッグするとこれも大きさが変わりますね。でこの時にですねまたシフトをしながら、ドラッグすると、まあ固定の倍率で大きくなったり小さくなったりするような感じですね。はい、でこのドラッグする時にですねひょっとして皆さんも経験したかもしれないですけどこの丸い部分をですねドラッグしてしまうと動かなくなってしまってこの丸の位置が変わってしまうんですね。でこれはピボットと呼ばれるもので、まあ、後で説明しますけど、これだけが変わってしまうことになってしまうので、まあ、注意してくださいという感じですね。でさらにですね このエッジのですねちょっと外側をに持ってくるとですねまたマウスカーソルの形が変わるんですね。はい、ちょっと拡大した方がいいかな。はい、こんな感じのものに変わったんじゃないかなと思います。でこの状態で、ドラッグするとですねちょっと今拡大しすぎて分かんなくなってますけど回転してしまうんですね。はい、こんな感じで、でこの回転させることもできますので試してみてください。でもしもですねこれがうまくできないという方はですねレクトトランスフォームのですねはいここですね ここのなんか2つあるボタン R と書いてあるボタンとその隣のこれですねこれがですねオンになっていると回転ができなくなってしまうのでこれを外すとできるようになってしまうのでそれを確認してみてください。はい、でこれはですねブループリントモードとかいう名前だったかな、これを、選択するとですね、このなんていうんですかねまあ、いわゆるバウンディングボックスの形を、変えないまま、回転させたりすることができるようになるようなモードですね。はい、この四角の形が今変わってないですけどこれを外してしまった状態だとですねで回転させる と、ですね、バウンディングボックスの形が今変わりましたね。はい、こんな感じで大きいものに合わされるみたいなちょっとこれは何とも説明しにくい機能なんであんまり気にしなくていいかもしれないですけど、はい、まあ、そういった機能もあったりするという感じですね。はい、ちなみにこの回転させるときもですねシフトをしながら回転させるとこんな感じでカクカクカクと回転しますね。15度ずつ傾くような仕様になっております。はい、以上がですね、まあ、UI の、UI モードでの、選択移動あるいは回転とかそういった操作についてです。で、まあ、先ほどちょっと触れましたけど基本的にこのキャンバス上で UI オブジェクトは全部管理するような形になっています。なんでですねこのイメージとかテキストとかをキャンバスの外に出してしまうとですね表示が消えてしまったりとかうまく働かなくなってしまうのでその辺は気をつけてください。UI に関するものはすべてキャンバスの内側で行われるみたいに理解しておいてください。はい、でですね、ちょっとテキストは今消してしまいましょうかね。で、イメージを選択してですね、どうしようかな、ここから、ここじゃないですね、ここかな。あれ、イメージを選択して、これですね、この歯車マークからですね、リセットというのを押すとですね、このポジションが0になって、かつワイドとハイトが100になる。なりますね。で真ん中に揃うと思います。はい、なぜかですねなぜかというか、まあ、仕様なんですけど大きさをこう変えてしまってもですねこのリセットを押すと100、100に戻るというふうな修正というんですかね、仕様になっています。はい、でですね、まあ、UI を作る上で、まあ、先ほどちょっとピボットが、ドラッグすると変わるというふうなことを言いましたけど、まあ、ピボットとアンカーという重要な概念があります。
で、それは何かというとですね、例えば、UI を作ったときって、そうですね、左上とかですね、右下固定で、何かものを置きたいときってありますよね。で、今、例えばじゃあこういう感じで、左上と右下に置いてみました。で、この状態でですね、こうやってドラッグしてしまうとですね、いわゆるウィンドウの大きさを変えてしまうと、もうその時点でこうずれてしまうわけですね。はい。まあ、真ん中から見た座標なんで、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、基本的に1種類だけの解像度しかサポートしないゲームって、なかなかまあ、コンソールゲームでは全然あり得る話ではあるんですけど、にしても、多展開とかですね、考えると、あまりこう現実的じゃないですよね。で、まあ、iOS デバイスとかもそれぞれ解像度バラバラだし、Android もまあ同様なので、それに対応するためにはですね、こういった端っこなりですね、上とかを起点とした座標に置く必要があるわけですね。はい。で、まあ、それのために用意されているのが、このアンカーという概念ですね。で、今ですね、イメージの一つを選んでですね、こうアンカーと呼ばれるものが、min、max とこうありますね。はい。で、これを全部0にしてしまうとですね、ちょっと0、0、0、0というふうに入れてみましょうか。で、その後にですね、このポジションを0にしてみましょう。はい。そうするとですね、はい、こんな感じで、0座標の時に、端っこに左下にですね、置かれているのが分かると思います。はい。要するに、このアンカーの min と max を0にすることによって、このトランスフォームの位置をですね、0にしたときに、この、レフトとボトムってこの図がありますけど、この位置に合うようになるということですね。はい。なんで、アンカーを0にすることによって、トランスフォーム、なんか同じこと何回も言ってますけど、トランスフォームのポジションを0にすると、左下に合う。で、逆にこれをですね、全部1にしてしまった場合に、またここを0にすると、今度はですね、右上に行くのが分かると思います。はい。このような形でですね、まあ、要するに、このアンカーというものは、ここですね、ここの座標を0として、ここの座標を1とした、まあ、割合を定義している値というふうな、理解をしておくといいと思います。で、ただですね、こんなふうにいちいち変えるのってすごい面倒くさいですよね。なんで、それをですね、簡単に変えるためのショートカットが用意されてますが、それに当たるのがこれですね。この変な、四角い図形。これをクリックすると、こんな感じでプルダウンメニューのようにですね、開くのが分かると思います。で、これはですね、簡単にアンカーを変更するための、まあ、ショートカットのようなものと考えていただければいいんじゃないかなと思います。なんで、これをですね、はい、こんな感じで上とか下とか左とか、まあ、真ん中とか、真ん中にじゃあ合わせてですね、またこのポジションを0、0にすると、今度はこんな感じで真ん中にあったわけですね。で、ミンとマックスに関しては真ん中なので、それぞれ0.5ずつがアンカーのミンとマックスですね、入っているというふうな感じですね。はい。ただですね、ここでやらなきゃいけないというか、考えなきゃいけないのは、例えば、これをじゃあ、これですね、右上、じゃあ今度左上にしましょうかね。左上にした段階でですね、ポジションをじゃあ0、0、0と入れてみましょうか。はい。そうするとですね、確かに左上基準にはなりました。なりましたけれど、ですね、はい。で、アンカーの min と max にはそれぞれ0と1が入ってますね。で、これは一応望む結果ではあるんですけれど、本当にやりたいことってこれじゃないですよね。こういうことじゃなくて、このさらにですね、端っこをこうしたいわけじゃないですか。で、そういったふうなことをしたいとなるとですね、どこを基準にしておくかというだけじゃなくて、自分自身の基準をどこに置くかというふうな、考え方が必要となってくるわけです。なんで、それに応えるべく登場したのが、このピボットと呼ばれるものですね。この丸い丸ですね。これは、いわゆる自分自身の、まあ、基準点を決めるというふうなものなので、この場合だと、この辺ですね。
この辺というかここですね、はい、あの座標でいうと、01を基準にすることによって、はい、でこの状態で、000を入れると、ようやく、望み通りの結果になるというふうな感じですね。なのでアンカーとピボットをですね、変更した上で、正しいレイアウト配置を行うというふうな形になります。はい、でですね、アンカーがこうショートカットがあるんだったらピボットも一発で変えたいじゃんというふうに皆さん思われるんじゃないかなと思います。なんですけど、ちゃんとその辺も用意されています。はい、というのはですね、このアンカーのこのショートカットを開いた、このプルダウンを開いた状態で今度はシフトを押すとですね、ちょっとこう変わるんですね。はい、こんな感じでなんか丸いものがですね、このなんていうのかな、端っこの方にこう現れたりすると思います。でこの状態はピボットの位置も、それに合わせて変えるよというふうな意味なので、この状態で例えば右上とかに押すとですね、ピボットごと変わるので、この状態で例えば今右上にしましたけど000と入れると、はい、こんな感じでうまい感じで右上に合うというふうなことですね。まあ、複雑ではあるんですけれど、これは覚えておくとものすごく便利ですね。でさらにさらになんですけど、あのどうせこうあの値を変えてくれるんなら、そのまま移動もさせてくれたらありがたいなというふうに思いませんか。あの僕は思うんですけど、それもですね、実はできたりします。その場合はですね、シフトを押しながらさらに、あ、このプルダウンを開いた状態ですね、シフトを押しながらさらにオプションキーですね、で、Windows の場合はおそらく Alt に該当するんだと思いますけど、2つのボタンを押しながらこうやってこうクリックすると、その場所に、アンカーピボットを変更しつつ、さらにその場所にですね、あのゼロ座標に飛んでくれるんですね。これはものすごく便利なので、はい、ぜひ覚えておいてください。はい、これがですね、基本的なアンカーとピボットの使い方です。はい、なんですけど、ですね、それとはまた別にですね、はい、このプルダウンメニューを開くとですね、はい、今使ってたのってこの9つのうちのどれかだと思うんですけど、さらにですね、外側にストレッチと呼ばれるものがありますよね。はい、でストレッチモードというものに切り替えることも可能なんですね。でこれはですね、どういったものか、説明する前にですね、まずこれを、真ん中に置いておきましょうかね。はい、はい、こんな感じですね。でこの状態でですね、このストレッチモードに切り替えてみるとですね、はい、このレフトトランスフォームの中身ですね、ここのポジション X、ポジション Y、ポジション Z と呼ばれるもので、下にワイドとハイトと呼ばれるものがありますけど、これ自体がこう切り替わるのが分かると思います。はい、ポジションなんてどっか行っちゃいましたね。でレフトトップ、ポジション Z、ライトボトムという並びになっているのが分かると思います。でこれはですね、何かというとですね、それぞれのこの端っこからの距離に当たるものなんですね。で親に当たるですね、まあ、キャンバスですね、この場合はの端っこからの距離がここに、まあ記されるようになるという感じですね。なんで例えばですね、この状態で全ての値をゼロにしてしまうとですね、まあレフトからの距離、トップからの距離とですね、ライトからの距離、ボトムからの距離がゼロになってしまうんで、こんな感じで、要するにですね、あの 親の大きさに、合ってしまうというかですね、親をこう、なんていうんですかね、あの覆い尽くすようなものになってしまうというふうな形になるんですね。はい、でこの状態であればですね、あのこういった感じで、ウィンドウを小さくしたりとかですね、あの縦横比を変えたりしても、合わせてですね、丸ごとそれを覆い尽くすような形でですね、変化するというふうな感じですね、になります。はい、で、まあですね、今はですね、あの縦横ともにですね、縦横比をですね、ストレッチモードにしてますけど、これを X だけにするとか Y だけにするということも可能なんですね。なんで、例えばこれを選ぶとですね、ここですね、
縦だけが、ストレッチモードになるというふうな感じなんで、横幅は、ワイドが現れてますね。なんで200ピクセルにしてですね、はい、縦横はフルに使うとか、まあ、いわゆるなんていうんですかね、ウェブデザインでいうサイドメニューみたいな感じですね、ものを実現させることが、簡単にできるわけです。でもちろんこうやってですね、画面のサイズを変更しても、それに合わせて変わるようになるというような感じですね。はい、なんでこのストレッチモードも、覚えておくと、いいと思います。という感じでですね、はい、レクトトランスフォームの設定の話をしましたけれど、ですね、これはかなり複雑な概念じゃないかなと僕も思います。で、スライドは、これかな。はい、で僕も、最初にですね、この UV を、使ってみたときにもうなんじゃこりゃっていう感じで全く理解ができなかったんですよね。なんですけど、まあ、使っていくうちに あなるほどねみたいな感じで覚えていったので、まあ、頭でこう理解するよりはですね、とりあえず手を動かしてみて慣れるというのがですね、一番手っ取り早い覚え方なんじゃないかなというふうに思ってます。なんでですね、まあ、今回初めて、これに触ったという方はですね、何度かこう試してみたりしながらですね、望む結果が、できるまでですね、こう挑戦するのがいいんじゃないかなというふうに思います。というところでですね、時間が50分になってしまっているので、一旦休憩にしましょうかね。再開は4時からということでよろしくお願いします。